お願いします。お願いします。頑張りましょう。1時間待たないよ。なんかあれ振らないといけないんだよ。はい、せーの。これを見たらレン、レン、これを見たらレン。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日も一日お願いします。よろしくお願いします。お願いします。一生懸命ちょっとやろうと思うんで、ちょっと今日はね、みんな怒っちゃってるんで、こっちが3人が本当だよ。もう耐えられない。もう許せないよ。怒っちゃってるから。いや、怒ってんのよ。いや、もう無理だね。うん。もう堪忍袋の方が切れてっから。耳食べてっかんね、俺。うん。怒りすぎて。俺も怒りすぎてるから、サラダチキン、サラダチキン食ってるわ。怒りすぎて豚の耳食べた。今日は二人いてよかった。今日は無理だよ。ふざけんなよ。え？ふざけんな、一人で。豚の耳食べてんだよ。自己紹介とかなんだ？すると思ってんのか？じゃあピンクパンサー。じゃあピンクパンサーからどうぞ。まあ面白いと思ってる。まあいいや、関西人ってそんなもんか。関西人って。じゃあ勝ちました、うん、俺らシティボーイ勝ちました。はい、勝ちました。やっぱりね、はい、うん、くだらないってこういうことだな。勝ちましたわ、関西人そんなもんか、お前。そんなもんか。芸人じゃなきゃ面白くねえんか、お前。たこ焼き食ってろ。なんだよ。大体友達。いや、怒ってるんですよ、こっちは。うん。まあ、何にせよ怒ってる。何に怒ってんのか。わかるかい。一人ずつじゃあ、ちょっと自己紹介から。自己紹介と怒ってることからどうぞ。はい。ピンクパンサーからどうも、最近出てますヒロです。あ、すみません、間違えました。ヒロです。どうです、怒ってることは、そうですね、最近思うのが、コンビニの、コンビニのおにぎり買った時の、一番から剥がした時に海苔が全部剥がれることです。お願いします。え、怒ってないじゃねえかよ、喋り方が。もんな、なんだ、取ってつけたような怒った理由なんかいらねえんだよ。関西人って本当は優しいのかよ。あ、じゃあ次、じゃあ水木さんやりましょう。じゃあ、いや、怒ってんだよ。ああ、大丈夫。よし、水木って言うんだけど、怒ってんのよ、こっちは。いや、まあ怒ってんね。なんで怒ってるかわかる？光景だからだよ。はむってんだよ。ね？そこじゃねえんだよ。あ、踏めないです、今日は。ニコ生の告知を、こう、タイムラインとかで書いてるのよ。みんな、書いてくれる。ありがたいのよ。これガチ入っちゃってんぞ。ありがたいんだけど。代表見てんのかよ、おい。うん。みんなさ、水木の裸の写真を使ってタイムライン告知してんのよ。ほんとだよ、お前。方形なのにだよ、お前。ふざけんなよ。方形だぞ、こっちは。ふざけんなよ、お前。アホか、お前。いらんねえよ、お前、あんなもん。アホか、お前は。遊んでる乳首してっかんな。それバレたから。バースデー前に遊んでる地形バレたから。バースデー前で1週間前ぐらいでしょ、もうバースデー1週間さ、告知しないって言ったじゃねえかよ、お前。遊んでる地形って何やねん、そもそも。遊んでる、え、出演者なんだ。何水木ライジング、おい。お前ライジングヒロシやったの。ライジングヒロシじゃないか、お前。もうさっきヒーロー、ヒーローデースとか言ったよ、お前。ヒーローデースって何やねん、お前。ライジングヒーローじゃないか、お前。ふざけんなよ。お前怒ってんな、お前もな。怒ってんな、お前も。うん、怒ってんじゃねえか。いいんじゃないの、ライジングヒロシ。ライジングヒロシってどういうことだよ。意外にどうなんだ、何なんだライジングってお前は。おい、怒るで、そんなもんは。あと、いろいろ怒ってますよ、こっちとら。本当に。うん。じゃあ、いいや、俺はもう一個言ったから。じゃあ、いいよ。怒ってんでしょ。俺は怒だよ。
あ、怒ってんの？怒だよ。一回生ハムやめろよ、じゃん。怒ってんだったら一回生ハム。怒ってんから生ハム食べたきゃなんだよ、俺。あ、ほんと？昔から。塩気がね。うん。じゃあ開ける間に俺もう一個怒ってること言うわ、うん、さっきからうまそうに食ってっけど、このサラダチキンめちゃめちゃしょっぱいんだよ。どうなってんだよローソン。オッケー、それは大丈夫。え、ローソンって、いや怒ってんだよ。それはいいよ、しょっぱいだろうが。それは大丈夫だわ。しょっぺーだろうがっつってんだよ。いや、それは大丈夫だわ。じゃあどうぞ。うん、これね、これ見て、ま、これまず開けてるわけじゃないんですよ、これ。ここね、アップいいですか。ボタンがね、2つしか、3つついて。いいですか。あ、むっちゃ、むっちゃもう毛穴見えるぐらいですよ、大丈夫ですよ。やってます、大丈夫です。大丈夫です、それはいい、入ってます。これね、ボタンがね、あるんですけど、これ3つしかついてない上、なんでか知ってる？なんでだと思う？え、なんで？なんでだと思う？引っ張って、引っ張って、なんで引っ張って、なんで引っ張って、なんで、なんで引っ張って、ちょっと引っ張って、もうちょい。甘いゆうに侵されそうになりました。うぇい、うちの店の代表だぞ。ふざけんなよ。侵すの？代表がキャストのこと侵したらパワハラでしょうよ。パワハラ。んなもんは。ふざけんなよ。ふざけんなよ。どうなってんだよ。おい、あ、怒ってんの？ふざけんなよ。何ふざけんなって、何？女にやられねえ、女にやられたらぶっ殺すわ。今日ちょっとね、怒っちゃってるわ。もう堪忍袋の方が切れちゃってますから、それに関しては本当にそんなダメよ。お菓子じゃダメだし、今あるでしょ。パワハラとかモラハラとかあるでしょ。野原とか野原とか広志とかあるでしょ。野原広志とかもあるし。ダメだよ本当に。ふざけんなよ。誰が足臭い。怒ってるよ、怒ってんの本当に。まあ怒っててもしょうがないからね。そう、怒んのやめようか。久々っすね、俺。何週間、2週間ぐらい久々にみんなの前にこうニコ生に出れて、それだけでもういいや、もうチャラ、怒んないもん。やめましょうもん、その話は。うん、一回落ち着こうよ。うん、いや、みんな関係ないんだよね。とりあえず、あの、自己紹介からまず始めな、ヒロ君自己紹介。はい。また3回目だよ。え？自己紹介、ヒロの。ないよ。あ、じゃあ、自己紹介どうぞ。言わないんだ、これ。あ、どうも。寄らねえよ、顔きついよ。すいません、今までね、あの顔きつい、寄ってほしい。おい。あ、ほら、あ、寄ったじゃん。どうも。あれ、かっこいいじゃねえかよ。イケメンかよ。たこ焼きの感じしねえな。しねえな。関西人でもたこ焼きの感じしねえな。なんだ、イケメンかよ。どっちかっつったらお好み焼きみたいな感じしてる。いい加減にしろよ、ほんと。イケメンかよ、お前。何なんだよ。ちゃんとしろよ、お前。なんだよ、お前。ヒロ、改め。しっかりしろよ、お前。ヒロ、改め。ライジング、ヒロシです。いや、映ってないし。あ、3回!3 回、ほんとに。だから怒るって言ったっしょ？怒ることだらけです、この世の中は。うん。みんなもなんかね、ほら、コメントとかもしてほしいなとかあるよね。怒ってることとかもあると思うから。うん。もう名刺全部作り直しますよ、ね、ライジングヒロシで。うん、ライジングヒロシだもん。画数もいいっつって。誰が言ったんだよ。カズコ。いや、俺のな、親戚のカズコも。あ、お前なんでふざけだと思ったら。全然関係ねえだろ。やめんなよ、お前。あなたババアじゃねえか、んなもんは。お前の親戚のカズコは、うん、ね、やだね。やですけれども、はい、本当にいいの、ライジングヒロシでいいの、源氏名は。え、じゃあライジングヒロシでいいか悪いかを投票できましょう。イエスかノーか。これ小島、小島じゃなくて、これだ。あ、いいね。なんだっけ、あいつ、あの、なんだっけ、大悟じゃなくて、知ってる、ノブ、ノブ小池みたいな感じで行こうよ。行きますか。で、これからじゃあ、うん、まあ今僕ヒロ、カタカナヒロなんですけど、カタカナヒロがいいかライジングヒロシ、うん、この投票で源氏名を、源氏名変えます。あ、あら、マジかよ。すごい。そして
多分1週間弱に名刺できると思うんではい別に指名あろうが全部名刺配りますね。あね、はい、名刺配りましたって。じゃあ、はい、じゃあ今までお客さんとかがさ、はい、ヒロ君かと思ってたらライジングヒロシになっちゃったから、はい、もうやだってなったらどうすんの。もう行かないって言われても、それでも変えますか。あ、変えます。でもしょうも、あ、ちょ待って、みんな書かないで、ちょっとイエスかノーかで投票、うん、いてます今。はい、お願いします。ヒロの源氏なら、はい、ヒロかライジングヒロシかどっちがいいかで、はい、飯変えます。これで今日決めました、うん、この投票で決めましょう、はい、もうはっきりしろ、白黒つけようよ。名字なかったんだね今までね、うん、待って、ライジングって名字だったの。ライジングヒロシだの。名字なんだ、はい、うん、インパクトあるのかね。なるほど、そっちか。今それでは、それいきましょう。じゃあ、うん、解明、本当にガチでかっこいい方選んでほしい、はい、ネタとかじゃないから。本当に名刺作るからね今日で。本当に作るよ、うん、出るかな、アンケート。あ、出ました、出ました、はい。あら、本当に50-50、こんなことある、すごー、こんなことある、え、マジで、はぁはぁになっちゃった。じゃあもう俺決めていいってこと、これどっちこれ何、じゃあもう俺決めていいんじゃないの。こんなぴったし0ねえねえ、すごい。じゃあ俺決めるわ。じゃあお前決めてやってよ。決めていい、決めていいんでしょ、うん、50-50。いいよ、はい、まさし。全然関係ないじゃねえか。お前はヒロシじゃなくなっちゃってんだよな。それはまさしの件に関しては、まさしは関係ないじゃん。お前今日切れないよ、あんまり。切れないよ。そう、あんまり切れない。どっちもどっちだと思う。やっぱお酒飲もうかな俺。いや、いいよ。切れてないな。まあどっちもどっちだからね。うん、いや、もう一回。まあだからライジングヒロって名前やめときなよ、マジで。普通に考えてリアルに。あんまり完全塗り強いやん、お前。あんまり重いけど。ピッタッチだから。まさかのね、すごいことになっちゃった。いいよ、ライジングなんとかっていうのは、うん、くだらない。で、お前が飽きるからでしょ、どうせ。いや、お前が先に言ったんだよ、一番最初に。ライジングヒロシつけたのお前だぞ。ライジングヒロだよ、俺。ライジングヒロさん。ヒロさんは目上なんですよ、僕の年上だから。なんかヒロくんって呼ぶのも、ヒロさんって呼ぶのもあれだから、ライジングヒロさんって言ったんですよ。そっから始まっただけなの、これ。うん。ね、これミーティング中にもね、なんか、ライジングヒロとかね。まあまあ、そう。そしたら、なんか浸透した、ライジングで。大体、源氏名、ラテの源氏名、大体俺考えてるんですよ。あ、ライジングマサシはどうっていう意見が今来てんだよね。つまんないよ。これはつまんない、うん、じゃあこの意見した人つまんない。いや、かわいいよ。おい、いや、かわいいんだよ。お前ホストだな、本当にな。いや、かわいいけど、かわいい。お前一流のホストだよ。かわいいか、つまるかってまた違うから。あ、そうだ、ね、かわいいから、かわいいからいいんじゃん。いいね、真のホストだなって、面白いね、うん、かわいい、かわいい、かわいい、いい、ナイス、ナイス、ナイス、ね、そういうことですね。楽しくやってこうよ。うん、やばそうじゃん。楽しくやってこ、うん、ね、よかった。こんなことあるんだね。でもね、ありましたね。危なかったね。いや、ほん、いや、本当に、いや、本当にやろうと思ってましたから、ね、いや、そしたらもう細人生終わったし、人生細人生だけならず、人生も終わっちゃった。人生も終わるよ、ちょっと。ホスト人生ならず。でもお前気づいたらもう杖ついてっかんな、お前。どういうことそれは。杖つきホストだよ、お前。おじいちゃんになっちゃった。そうだよ、うん、ライジングイロシオズボーンでサモハン金庫だよ、お前それ、ね、あれ、イナチュウ、イナチュウ、言ってやってよ。もうちょい、なんでやねんぐらい突っ込みしてよ。なんでやねんって一回も言わない関西人いんの。たこ焼きのり出してよ。それもムカついてんだよ。なんでやねんって言わないから。一回も言わないじゃん。たこ焼きの突っ込みしてよ。なんでやぐらいじゃん。うん、なんでやみたいな。しょうもないよ、ほんと。たこ焼き出してくれよ。と、しょうもない。なんで突っ込むとき。なんで、いや、なんか話題なくなったか、フランス。あ、今質問来た。来た、来た、来た。タイプの女優教えて。あ、いいね、タイプの女優。AV 女優だ、AV 女優。じゃあ、バカや、絶対言うと思ったわ。AV 女優？どっちどっち、どっちの女優決めてよ。どっちの女優？ AV 女優？うん。あ、好きな女性のタイプやっぱ知りたいんだね、リスナーの。あ、好きな女性のタイプでいきましょう、今日は。はい、今日はじゃあそのトークでもうあと1時間いきましょう。いきますか。バカ野郎、とことんね、詰めていこう。どうだね、なんか。じゃあ、好きなタイプ、君から。君から、もう名前とか、君からややこしくなっちゃったから。名前だし、名前もうややこしい。お前らが 50-50 するって扱いになったじゃん。
お前らのせいです、お前。50、50で言ったからさ。もう君、君としか言えないわ。え、君は、うん。君は、え、顔君は、え、女優さん、ね。何でもいいんだよ。うん、女優さんのこと例えてもいいし。いや、何でもいい。うん、まあ、女優君は、君は、パフェボール。笑ってないで早く質問答えでぐだっちゃう、ぐだっちゃう笑っちゃいけないから何しましょうぐだっちゃうからあいやちょっとすみません一回女優からいきますわ、うん、その次 AV 女優いきます女優最近あそうそうそう今出てきた何えリアルにいきますよじゃあ安田美沙子うわ出た出た関西だね関西だお前やっぱ関西だいやあのアメトーク見ましたあの醤油の CM 出てるお前ねえ差し進め相談え、なんだお前え、違うあ、違うのうんあ、いうえ、お高いんなんだっけ安田美沙子なんですか理由はいや、理由はいや、あの、アメトークのはいなんだっけなぁ明太子芸人でしたっけあれなんかあの、あるんすよ明太子明太子芸人シチュエーションみたいな、なんかあのまたふざけてあってあ、ちょ、なんかあのねえ、ガチだよとかさ。なっちゃってるねやっぱりガチやめとく見てないでしょだって。なかなか安田美沙子って行かないもんね。普通に生きてたら。うん、ガチとか言うけど、やめとく見てなんで美沙子行くの？あれで、あの、シチュエーションシリーズ。博多。あー。何でしたっけ博多。博多大吉大吉が、なんかやってたんですよ、この。こう言ってほしいみたいなそれ見た時の あの安田美沙子だけ好きでもさ、はい、得意にいじられてるからね見た目は見た目知りたいわ見た目見た目、うん、安田美沙子だけどまたガチで言ったらガチじゃんいやいいよガチで言うガチはバカやろお前お前のガチが見たいんだよんリスナーの方がガチが見たいって言ってますいいんですほんとガチで言うよじゃあいいんですいいんですはい本気で生きてんだろそうだろ本気で生きてんやん死ねよお前死ね本気で本気じゃないやつ死ねよ死ねよてか死ねよもう死ねよちょっと待ってこれ電波で死ねとか言うのもうニコ玉なくなるよ死ねいいの死ねよもう面白いベンさんの発言にニコ玉なくなりますからいいじゃない行こうよいいのガチでガチガチガチ普通のやつあほら背高くて細いのかちっちゃくてぽっちゃりか何なのかあじゃあこれ答えます背はちっちゃくてどのぐらい矢口まりぐらい浮気するぞ浮気されるからねそれはいいの浮気されてもいいんだったらいいけどいやもうガチで行こうよガチでちゃんとやろうよ照れたって何もないから別に、うん別に照れてねえし照れてんじゃん照れてねえし照れてんじゃん完全に素の答えと終わんじゃんだって僕の回なんで照れんのこんな聞かれたこと答えるだけで 僕20分ぐらい伸ばしますからねこれふざけんなよふざけんなよお前お前ふざけんなよお前本気でやれよお前20分ライジングでいきますからいやつまんねえんだよ本気でやれよお前いいや先あーいいよいいよ俺かよお前いいよお前ブーブー文句ばっか言っててててめえさっきからうぜんだよほんとかやってよてめえが言えよ先にほんとに先言わんかいてめえが言えよほんといやいいっすよ全然あるわいや言えよ言えよいいまあまあ上がってますけど見た目かなまあまあね面白いおもろいから、ね、いいよまあな何がですかねタイプ照れてんじゃねえかおめえも照れねえわじゃあ言えよじゃあ言えよじゃあ声ちっちゃいぞ声ちっちゃいんだよねえすげえ難しいっすねえと大きい声で言えやいやリアル見た目は、うん、ガチでいくよ当たり前じゃんはい、なんで何を求めてんのそんな嘘なんか言ったとまあホスト嘘しかつかねえんだからバカ野郎俺らの本気が見たいんだよこの時だけは本気のこと言うよ今ホストじゃないぞ俺ら芸能人で言うとか芸能人で言うとあんまないんですよ芸能人って言うとその愛嬌がある子ですねめっちゃわかるか、うん、わかるわうんわかるかほんとルックスどうでもいいわマジであやふやだなまたこれ結構ガチガチなんですよ俺もう心やられちゃってる部分あるんで好きってかなあ沢尻玲香とか黒木メイサとかそっち系はまた違いますね知ってる面食いじゃないよ前聞いたもん俺生まれた時からこの顔だから森さん大体整形したホストって面食いなんだよねただこの顔で育ってきてるからその顔はほんとどうでもいい大丈夫なんですよああ
わかるかもしれない。森さんじゃあちょっと待って、じゃあ整形してたらどう？整形したらどう？やっぱ整形してると整形してからね、やっぱ整形してからかっこよくなると自信つくじゃん。そしたらどういうタイプ？ね、うん、ちょっと待ってね、うん、お前待ってろよおい！なんだよお前、ほんとにお前、ババ引くため出てんちゃうぞこれおい。ババ引くため出てんじゃねえんだよ、ね、もう。いや、水木さんお願いします。何？バカ野郎電話じゃねえか、お前この野郎な、もう。しかも俺の口元でスイッチ入れんなよ。で、置くときに消すなよ。あ、寝ろよ。すごい、コメント分かってくれてる人多いわ。そう、あ、ほんとそうだよ。あ、共感してくれたの。ボスやってさ、共感整形してさ、一時のさ、顔手に入れてさ、ちょづくんだよね、すぐ。あ、ね、童貞だから。大学デビューより悲しいよね、ホストデビューって。HD で、HD ハードディスクと違うかな。全然鮮明でも綺麗でも何でもない。何 HD は。ハードディスク出た。全然ホストデビューじゃん。あ、ホストデビュー、ホストデビューってことね。ああ、全然鮮明の何でもない。あ、来ましたよ、水木さんのタイプ。ん？水木のタイプ。俺のタイプ、うん、俺タイプとか何惹かれてる今。いや、全然惹かれてるよ。ほんと？うん、なんだろうね、タイプ。タイプね。あ、でも1個しかない。本当に1個しかないわ。いいよ、1個。あ、もう1個だって、1個だって。どんだけ、バカ野郎お前、1個じゃねえか、それは。1個だろ、つってんだよ。どんだけじゃないんだよ。言わせてよ。本当に言わせてほしい。鼻水出ちゃったよ。早くしろって、早くしろって。俺のこと好きな子が一番いいです。やっぱり。うーわ、本当に、俺のこと、これ、細すと同じこと言ってますよ、こいつ。いや、本当に。え、自分のこと好きな人が絶対いいっしょ。どっち？いや、それから始まるエトセトラじゃん。え、恋したいタイプ ETC？ それとも愛したいタイプ、どっち？お前はもう、だからあれじゃん、夏の変だから今来週ほら、やめろよ。鼻かんだティッシュスポ入ったわ今。ね、視聴者プレゼントした方がいい。はい、なんか、このね、うわうわ、ないわ、うん、なんかつまんねえなぁ。何が？じゃあ面白いこと何？やっぱ幹部くらいになるとやっぱ守っちゃう自分。ふざけんじゃねえよ。守ってねえよ。攻めてんだろうがよ。攻めてんだろ。何大事？そんなに地位が、地位が大事。何地位が大事。お前地位武雄のこと言ってんな。さっきからその地位のお前アクセントは、お前地位武雄の地位が大事。地位は大事じゃないんじゃない。いや、ちょっともう一回やっぱ聞きたいですよね。本当に なんだろうな。初回じゃないからさ、うん、初回だっていいんじゃない。別にタイプね、俺のこと好きになってくれる子は好きだよ。私水木くん好き。いや、いいんじゃない。うん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 。いや、初生のじゃないじゃん。じゃあヒューマンとして何が好きか言ってんだよ。何が？ヒューマンとしてだよ。ヒューマン、俺でも食べとけよ。ああ、ヒューマンとしてでしょ。いや、本当にガチになっちゃったら別に思わないからな、俺言うことを。別に本当に言うんだから。ガチガチ思わないわとか言ってけど、じゃあいい、思わないよ。いや、面白いおもろくないわ。本気で言ってんの。好きになったん。お前、好きにおもろいもくつもあるか。あっ、えオッケー、お前だんだん調子上がってきたじゃん。何がだ。好きにおもろいも何もねえだろっつってんの。ちょっと待ってな、お前顎やめろや。顎は、顎だけは。じゃあ本当に言ってよ、本当いいね。ん？バースデー前でビビっちゃってる部分はダサいよね。バースデーとかに関係ないからね。ガチでいきましょう、じゃあ。マイクいらないっすね。あそこ、マイクはいらないっすね。はい、ごめんなさい、それは。うん、いや、ほら、ガチがいいって。これ、俺も思うもん。俺、逆のガチなんか疲れない子がいいわ、一緒にいて。普通に疲れない。おしまーい。おしまーい。おしまーい。疲れない子がいい。おしまーい。おしまい。疲れる。おしまーい。おしまい。おしまい。おしまい。オッケー。ガチだ。終わりましたね。うん、ガチ。え、けども大体分かってくれたと思うんだよね、もうこれでね。うん。大体分かってもらえたら。うん。次の話題行きましょう。はい、行きましょうか。どうぞ。このまあ、お題来てるんですけど、嫌いな上司の話しようってなって。ああ、いいね。いいの？うん、いいよ。今日はもう何でもいいんだよ。オッケー。うん、ぶっ壊ってこいよ。概念とか常識とかそういうの全部、しがらみとか秩序とかそういうのぶっ壊してこっちってんの。じゃあ嫌いな上司いる？ピンクは誰ですか？ピンクはいる？いや、嫌いな上司誰ですか？だからピンクが誰なの？ピンクは嫌いな、いる？ピンクは誰が嫌いなの？嫌いな上司。いや、いるわけないじゃないですか、うちの店に。
なるほどね、そうやって、まあ、人生生きてきたんか。ようやってこれたね、じゃあね、それで生きてきちゃったんだからしょうがないね、じゃあね。そういや、うん、今日はブレイクっていうコメントも来てるぐらいだね、711ん？ほんと？今日何でももう言っちゃってるね。そうだよ、ね、言ってこいよ。大丈夫。あ、そっか、じゃあブルーは。あ、俺？あ、ピンク、ブルー、ホワイトってことなんだ。嫌いな上司？もうクビになっちゃうからね、言っちゃうね。すごい、でもなんか嫌いな上司か言えるよ。どうぞ。上司いないからね、僕ね。あ、え、あ、社長上司いないから、あんまないんだよ、ね、自分の上がないってこと、うん、上ないから。あ、うん、いや、言えるよ、言えるよ。いやいや、そんな好き嫌いあるよ、生きてたら。え、ほら、社長だったのってになっちゃってるよ、もう、はい、ライジングヒロシさんは。株式会社ライジング、はい、いやいや、生きてたらいるよ。嫌い、嫌いっていうかね、嫌いじゃない、嫌い、まあ、じゃあ、言うわ、言うわ。じゃあ、俺から言うわ、なんか。うん、俺、嫌いな、まあ、上司なのかな、まあ、俺は上司だと思ってないんですけど、こいつです。おい俺、友達だと思ってたんだよ、友達だと思ってたのに。じゃあ今日で友達って言うたよ。今日でラテ終わりますか。じゃあラテの回ね、うん、ラテの回終わりますか。もういいことねえわ、ニコ生いいことねえわ。嫌われたことを発覚したし、うん、鼻水止まんないわこれは。じゃあ次のください、話題どうぞ。ください、話題どうぞ。話題今日は何でも言ってっから、本当に何でも。もう3人なんでね、普段多いから、うん、今日全部バースデー前とか関係なしに言ってくよ、うん、そんなんで縮こまんないよ、うちの幹部補佐は。いや全然よ、うん、もう何でもぶっ壊してる、うんこしてるわ。幹部補佐してんだよ、幹部、うん、幹部ってここだからね。見えるかな、これ。あ、これアップ、まあアップなくていいのかな。アップしたって、もうちょっと下の方がいいかな。どこアップすんの、幹部補佐してるからね。どこなんだよ、どこアップすんのよ。え、なになに。あー、そう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 、ここ補佐してる。どこ見て見て、唐揚げくんみたいになっちゃって、これね、ちょっとね、どここれ、もしかしたら、うん、どこ感じたなんですよ。え、先っちょの人の部分かな、これ。大丈夫かあ、ちょっと大丈夫かな。え、これね、はい、あーあーあー、しょうもないよ、みんな。今のはしょうもないんでしょ、さすがに。いただきます。今のはちょっとしょうもないんじゃない？ちょっとね。あ、花火大会。あ、花火大会は行けることはないですね。多分ね。あるかな？結構いっぱい質問ありますね。質問来てる？あ、それ陰部っていいツッコミじゃない？幹部。あ、つったらそれ陰部って。あ、頭いい。すごい。採用。え、ユーザー ID、OMB。いや、いいコメントだよ、それ陰部。出なかったから悔しいね、こっち側から。それ陰部やないか、俺が言える。今日はちょっと来ません、誰も。面白い感じでね、何時までだよね。そう、あとまだ30分ぐらいある。もう30分経ってんの？もう、しこたま言いたいこと言おうよ。44分経ってんだね、言うても。経ってないよ。これは違うのか。違うよ。ねえ、ピンクは結局名前は、あ、従業員何人、じゃあ全部答えていくわ。ちょっと拾っていきます。従業員はでも最近めっちゃ増えたよね、新しい人が。移籍者も増えましたね、うん、今ね20人ぐらいは多分20ちょっと今日また入ったから、ね、30弱かな、ね、30弱、うん、たまに俺2人の時あるんで。え、お前2人の時あんの。だからお前、まあ、まあそれは含めないんであればまあ30弱ですね。あるんだ。2人なのに30人弱。まあ、たまに2人の時あります。ああ、それ30人弱ね。1人じゃないかんね、うん。2人になる人っていうのは。うん、あるから、それはあるよ、はい。いろいろあるじゃん、世の中なんていうものは。ねえ。うん。いろいろ不思議なことばっかりのこの世の中なんだよ。ねえ、そろそろ CM 入るんで。うん、えちゃんで後半、じゃあ言ったじゃん、俺ぶっ壊しますって言ったじゃん、 CM お願いしますって言われるじゃん。はい、行きます。あ、 CM お願いします。お願いします。俺
もあんたみたいになれるから。ねえ、愛してる。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱイオンインクだな。イオンインク。経験者大募集。はい、イエーイ。あ、なんか冷てぇ。イエーイ。すげぇ冷てぇ。おい、冷てぇよそれ。何が、え、やめてくれよお前、キントン。ごめんなさい、キントン。ということで後半はね、夏ということなんでね、まあ季節ものじゃないですけれども、あ、そうですね、うん、夏の甲子園始まるんで、まあ甲子園トークしたいと思います。はい、よいしょ。題してクラブラテ、はい、思い出の甲子園。イエーイ。あ、始まった。お願いします。甲子園で野球とかそういう意味じゃない、甲子園もあるから。うん、例えです。で、俺のが、俺のじゃあヒロ、ね、うん、君から思い出の甲子園だから。ちょっと待って。いやいや、さっき CM 中話したやん、思い出の甲子園で行こうって。そう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 。はい、行きます、話せます、言ってましたでしょ、はい、あー、行きます、じゃあ、うん、思い出の甲子園、あの高校の時の甲子園行きます。じゃあクラブラテ、思い出の甲子園。クラブラテ、うん、うん、夏、今迎えたばっか。いやいや、こっち、いや、まあ、ちょっと、まあまあ普通に大きく捉えて、大きく考えていいから、それは。あ、受けとか狙わなくて大丈夫よ。でも思い出の話をする時間ですから、それは。これはもう、それはもうあれだから。夏の思い出で、ね、じゃあ。うん、あ、夏の思い出行こう。聞きたい、ヒロ君の夏の思い出。まあ、確かに。夏の思い出。あ、手をつないで。いいよ、みんなどんどん今日すごいコメント調子がいいです。いいよ。お願いします。お願いします。夏の思い出？夏の思い出？うん、何でも話せるでしょ、もう何でも、うん、山口、僕山口生まれなんですけど、はい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 、はい、山口県の、はいはいはい、あの甲府っていうとこあるんですよ、はいはい、甲府っていうとこ、あ、じゃあそっちか、はいはいはい、こっち、こっち、いや、こっちだ、こっちか、はいはい、あっち、あるんですけどね、こっちは何で、それは、こっち甲府でしょ、山梨。あ、ちょっと続けて、続けてよ。甲府って時間ないから。甲府にあのサティやったんです、サティ。あー、じゃあ、ね、あそこね。サティやって、うん、まあそこで、まあなんか、うん、で、なんかその、まあ大体デートスポットっていうか。はい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 。うん、ね、サティね。サティで、あの映画館とかあるじゃないですか。あるね。サティって名前があって、懐かしいね。映画館とかね、いろいろあったりするんですよ、やっぱ。高校の、あれで。うんうんうん。そうそうそう。ね、うん、あって、うん、その懐かしいなぁ、うんうんうん、それであの頃でしょ、だから、うんうん、で、あの頃にあの、うん、屋上で、うん、あー、あったね、で、ここでありましたよね、あったね、あの頃だってお前は千恵子が好きとかお前あったもんね、だからお前それ挟んだらまた違うじゃん、お前。けどあの時にあのサティの屋上で僕の甲子園始まりましたからね、だいぶちょっと聞いてなかった、もう一回て何ちょっと聞いて、あの明日のご飯の話してて、いいよいいよ、あのサティの屋上で僕の甲子園始まりました。いただきます。いや、めっちゃウケてるんすよ。サティの屋上で僕の甲子園始まりました。どういうことですか、どういうことですか、甲子園が、え、屋上、僕の甲子園が、山口県っていうのは屋上で、そう、甲子園みたいな開くんですか、そのなんか球場とかだと思ってたんですけど、そう、屋上で、いうこと、屋上で、まあまあ、いや屋上まあまあ設備揃ってるんですよ。あ、そうなんですか、はい、わかります、設備揃ってて、ありがとうございました。あ、どうもありがとうございます。ありがとうございました。はい、続いてのアーティストは、M ステじゃないんだよ、こんなくだらないトークして。M ステのお前、曲始まる前のトークよりくだらないことになっちゃってるよ、本当に。サティの話で、お前それ口癖でしょ、今日。
サティってさ、すげえ言うもんね、営業中のヘルプで。あ、そうだよ。よくサティ出すよ。恥ずかしい。サティって言えば面白いと思ってるでしょ、絶対。言うよ、明日もサティ面白いみたいな。サティってるっしょっつって。サティってるっていうの。サティってる。なんか下ネタ言ったらさ、ウケるみたいなやめようぜ。え、下ネタじゃないよ。全然下ネタじゃないよ。下ネタしか言わないじゃん。だって屋上で更新します。青缶って言ってるようなもんじゃん。バカじゃん。それでしょ、そういう意味で。青缶って言った方がよくね、サティで青缶って。うん、サチカンでサチカンでいいじゃん、サチカンって。いいじゃん。山口でサチカンでーす、ね。サチカンボーイでーすって。女はめたって言えばいいじゃん。俺サチカンボーイでーす。サティで言えばいいじゃん。ライビングサティヒロってどういうことやるの。あ、だからサティ好きだからね。あ、サティね。次からじゃあ、サティって呼んでくれた人がこれ見てたってことで。あ、そうだね。うん、サティ見たよって。缶、うん、ビール1本あげるじゃん。おいサティってくれた人が缶ビール1本あげる。サティって言ってくれたらね。うん、サティってくれたら。よし。あげるわ、こそっと。そうだね、でも本当サティに怒られるっていうのは本当真っ当な意見ですわ、うん、そういうのはサティ営業ね、うん、入れのサティホス、サティ缶はダメでしょ、これ、うん、じゃあ次、レンさんどうぞ。いや、ナイス、すいません、ナイス。ふざけんなよ。おい喧嘩する、あれまたこれ喧嘩始まんな、これあれ僕ですか。ちょ、待って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 、僕ですか、僕ですか。もうやめよう、もう今日終わりです。僕ですか。いやいや、夏の話ですか、僕ですか。やめようよ。おこですか。いや、ちょ、待って待って、俺なのかってこと。いや、レン、夏のね。だから夏の話ですか。夏です。ふざけんなよ、お前。水着どうにかしろよ。やめようよ、喧嘩は放送中だし。ふざけんなよ、マジで。これ面白いんだよ。ヒロの本気なんだよ。もう本気だから面白いのよ。もう明日が、もう明日じゃない、追加ニコ生出ません。なんで。ちょ、待って、じゃあいいや、あるんじゃない。あれ、どう、ちょ、待って、俺でしょ、俺。ないない、ないんでしょ。すいません、ありません。すいません。もうやめた、やめた、もうやめた、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 ないっす、マジ、なかったんす、考えたけど、なかったっす、それは。すいません。ふざけんなよ、お前。おお、画面から切れてておもろいのよ。お前、お前ちょっとデブじゃねえか。いや、おもろいのよ。あ、ダメダメ。ああ、ライトアップやんの。ドゥンツッドゥンやるの。あ、やだ。ドゥンツッドゥン。はい。ドゥンツッドゥン。はい。テン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 。変わんねえじゃねえか、お前。帰れよ、お前。なんだよ、もうちょっと入れなさいよ。ちゃんとキュウリ食った。メリハリ出せよ、メリハリを。ちゃんとしてよ。お前チンチン出してもニコ生も全部チンするから。竹山と同じ。チンチン出すぞ、チンチン。あ、え、ビビってんじゃない。じゃあ質問来た。この中で一番チャラいのは誰ですか。どう考えてもレンでしょ。なんでやねん、わかるやろ。なんでやねん、俺のどこがチャラいねん。どこがチャラいねん。女はめてんな、それな。女はめてんな。はめられてる。何ですか今の、今の動き、何すか今の動きは。いや、なんでですか、なんですか。そんなやり方する。しないよね、普通に。女はめる。じゃあちょっと、グラスください。おっぱい揉んでるんだよ。え、なんでチャラいな、お前な。いや、グラスください。いや、おっぱい揉んでるでしょ。まあ、そうなんだ、そうなんだ。チャラいよ、チャラい。ちょっとあれ取って、あれやってんな。なんすか、なんすか。ふかしてんな、これな。今、ふかしたな、これな。で、お前こっち派より、お前こっち派だったんだな、お前な。こっち派か、こっち派かっつって、お前こっち派だったんだな、お前な。ふざけんなよ。お前もう生かされてる場合じゃないんだから。ちょっと、お水、一番お水木喋るよ。もうやさぐっす、やさぐれおんになっちゃってるわ。結構どう、面白い、みんな、うん、見てってどうかな。今日タイムラってないですか、これ。結構でもコメント数で言ったらすごい嬉しい、めっちゃ嬉しい。前回の終了とも、終了よりも上回ってるんですよ、うん、実は。ありがとうございます。ありがとうございます。前回でも久しさん水一気してますから、ね、だからまあいらねえんじゃねえかな。まあ一人いらねえんじゃねえかな。まあ一人いらねえんじゃねえかな。別になんかいるか。あ、いいわいいわいいわ。ドゥンツッドゥン。はい、ドゥンツッドゥン。はい、ドゥン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 。変わんねえ。おーい、はい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 。逆に、はい、カマキリの卵。はい、はい、カマキリの卵みたいな。カマタマね、カマタマ。カマキリの卵みたいな。お腹しっかり、うん、ね、言ってますけれどもね。言ってますけれども、うん、じゃあもっと質問、いろんな質問とかして、今日答えますんで。今日はもう本気でやっていきたい、今日こそは。うん、ガチトーク、ガチトーク。今日はガチトーク。え、タイムラテないですか。そんなもんありませんよ。なんですか、タイムラテって。てか、ラテってなんですか、そもそも。ラテってなんですかって言ってんの。
黙んの？やめよ、その話は。ちょっとなんかあんの？だって話やめちゃう。えぐちゃん、質問あれば。えぐちゃった俺今。いや、ごめんって。いや、ごめんって。それは面白い話、ヒロシしてってきてるから、それどう？コメントで面白い話。絶対打ってるよ今。いやいや、打ってない打ってない。なんかあれば面白い話、ヒロシしてっていうのがフェチかあったんだな。うん、何フェチか。何フェチ？何フェチって、何フェチ？フェチね。うん、あ、あれしようと思ったのに。逆になんすか、逆にどういう感じっすか。あ、ね、お前リンリン黙れっつね。これリンリン、これリンリンだわ。あ、逆になんすか、普通の恋愛できるんですか。あら、深い。あ、来たね。いいよ、速報持って打って。これ速報が一画面埋まったらね、ちゃんとするんでね。あ、そうだ、じゃあもうちょいだよ。あと10件、あと10件、あと10件来たら速報お願い。どうか割って入るか、誰か。誰か割って入った人のコメントを拾う。うん、割って入ったら、あ、好きだよ、すぐ割って入るな。欲しがりだね。そうだね、じゃあ話します。結構好きな女性のちぶさはね、こうなんか、ね、お前ちぶさだろ、バカ野郎。お前ちぶさでしょ。バースデー前にやめとけって。私だったらしないよ。誰だよお前は。誰だよ、あるかないかもわかんないよ、そんな。あんなの、女速報すぐ終わっちゃったのね、あれね。女の子の何がキュンとくるかとか、仕草とかだって。あ、まあじゃ じゃあ、トータルでいいよ、話しなよ。キュンとくるとこか、うん、女の子のキュンとくるところ、女の子は何がキュン、喋れや。キュン。いいよいいよ。喋れよ。やってんだろ。喋らない。溜めすぎだよね、さっきからね。こんな別にあるでしょうよ。そんな、いや、キュンってなんだろうな。あ、この子可愛いみたいな感じ？キュンがわかんない。いや、照れない照れない。照れたことない。俺感情ない。ごめんね。俺感情ない。ごめんなさい。照れてるよ完全に。あれ、感情なくなっちゃってない？感情どこ行った？感情取り戻して。感情は大変だからね、感情ないと。うん、ときめくっていうのもやっぱ目死んでんすよね、俺。難しい。え、結構目死んじゃってる。そうなの。すいません、ちょっと目取り替えないと。あれ、どこにあんの、スペあんの。あ、よっしゃ、よかったよかった。たまにね、ちょっとタップ行ってみます。どこ行くんだよ。キュンとする仕草はタップ行ってくるじゃないんだよ。なんだろう、なんか、これまたやっちゃう。なんか、なんだろうな、じゃあ、例えで、すごい、口悪いんですけど、あ、女の子がね、ツンデレのツンとか、そういうデレとか、そういうのじゃなくて、まあ、少年ですよね。だから、少年が腐ってるんですけど、まあ、でも、時たま見せる笑顔ですかね。上がったわ、上がりましたわ。コメント止まっちゃってる。すっごい止まっちゃってる。もう今日の放送1止まってるわ、コメントが。すっごい、もうそのままや、もう画面が誰でもコメントしないもんね、今のは。ツッコミどこもないし、面白くもないし。当たり前じゃん。あ、ってことはこの回転の速さついてこれんのかな。誰が頭の誰。あ、俺たまに頭の回転早すぎてろれつ回んない時あるから。バカ野郎、酔っ払ってんじゃねえかお前。酔っ払ってるだけだよそれは。ついてこねえの。いやお前解釈が違うよそれ。酔っ払ってるだけだよ。んなもんねえ、やだねえ。笑顔、笑顔で、笑顔でキュンとかあるかな。いや本当なんも思んないじゃん。あ、CM どうぞ。さあ、ずらり並んだ最強コンテンツ、早速ご紹介しましょう。まずはナイトチューブ最大の武器であるレギュラー番組から。 Here we go。 毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町だけで60番組。もちろんお店もホスト情報も完全にフォロー。ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます。サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなど、リアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン。ライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然。ナイトチューブでは
ホストになりたいという日本人の希望者に自らアピールできる場所を提供。やばいっしょ、ナイトチューブ。試した人から面白い。誰よりも真面目で誰あわもうさぁ、非暴力非服従って言ってたじゃん、お前。マホトマガンジーって呼ばれてたじゃん。じゃあまだあと15分、15分ですか ?13 分あるんで、じゃあ質問。質問ばっかだね。ありがとう、みんな。パチパチとか言ってほしいな。言ってくれてるよ。コメントイチゴは行きたいもんね。言ってるよ。もう質問なくなったの。早いね。あらは興味。あらららら。興味ください。店で自分好みの。あ、これ。あ、ちょっと俺は強しないですね。好みとか。秋田言うときならコメントしてくれてありがとうございます。ありがとうございます。そういうのも大好きだよ、ね。ありがとうございます。あ、いいね。秋田ならコメントすらしないからね、人は。うん、ありがとう。ライジングは。トイレ。うん。ごめんね。なんだろう。何の話だった、うん、好きとか嫌いって別にそんな初めにビビっていうそういうもんじゃないと思うんだよね。俺は年月でこうあっていうものだと思う、うん、いつの間にか気づいたら昨日まで嫌いでした、興味はない、今日から好きです。そんなことはないね。やっぱりもう普段一緒にね過ごしていく中でっていうことじゃないかなって思うけれども、あ、レンってもしかしてゲイ？あら、これは従業員の振りかな。従業員の振りだとしたらやるけど、お前って俺がゲイ、まあまあいいや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 、これ女がコメントしてんのか、おいゲイなん、女がコメントしてんのか、おいゲイなんすか、ゲイかバカか、うわ怒っちゃった、女がコメントしてんのか、おい怒ってんな、つまんねえよコメントやめろ、お前初回で整形ですかって言われてるのもんだわ、うわ怒ってんな、バカの一つ覚えみてえによ、うわ怒ってんな、整形整形うるせえんだお前、どんだけ周りにいねえんだお前、かっこいいやつが、うん、怒ってんな、やんないの、イメージ悪いだるよイメージ悪いだるよ、怒ってんな、ただクリスマ…あ、クリスマスバカ野郎、誰がクリスマスだよお前、俺がクリスマスやったら本当にお前ホストできるよ、お前こんなレーズンみたいなしわくちゃな顔して本当にもうやってらんない、もう無理もう無理、ちょっといや、いいんじゃない、これすぐバーン来ました、今バーン来たよ、ちょっと一回生放送で怒ってば…怒ってないよ、大丈夫ですよ、怒ってないですよ、大丈夫ですよ、大丈夫です、怒ってないです一人でも行けちゃうんだよね、CM? CM 入ったこれ、 CM 入ったでしょ、こうやっていないんだもんね、誰も CM 入ったでしょ、俺はそういうタイプだよ、俺頑固一徹だよ、喋んないよ、俺初回、いや俺大丈夫ですよ、一人でも結構一人で生きてきました、両親いません、大丈夫ですか、最近最近ゲーム、お店いないですね。うちで言ったらまあ、まあ、その、松村ぐらいですけど、クリスぐらいですけど。いや、俺だけでいいってなったら、これ、マイクください。東条誠さんみたいにします、じゃあ。マイク、これ、中央センター陣取ってやっちゃいますよ。寝ろ眠いなら。よし。ということで、今日もね、これ大丈夫これ、ほんとに。大丈夫二人は。ホストってゲイ多いのか、ホストってゲイは多くないんですよ。諸事情があって、売り線に行くことあります、ホスト。
それが、まあ、ゲイって思われちゃうのかもしれないですね。真面目か。いいぞ。いいぞ。なんか面白い。賛否両論だね。賛否両論じゃねえや。噛んじゃった。てへぺろ。いいぞ。じゃあもうちょっとアップの落ち着いて、落ち着いて。バカ野郎、お前。顔いいんだ、大丈夫。女の子は嫌いになりません。女の子は嫌いになりませんよ。でもいいじゃん。あ、どう、あ、コメント意外とすごい上がってんね。よかったよかった、びっくりした。いや、さすが、当たり前じゃん。あのね、放棄したわけじゃない。ただいつもなんかその喋んないからね。そう、初回だとあんまり。そうなんですよ。まあ、言ってくれたらいいんですけど、最初にニコ生見ましたとかじゃない限り、ちょっと自分あんまりちょっとなんですよね。あーね、ありがとう、みんなお帰りとか言ってくれて。すごい今日見てくれてる人、いい人だね。今日でもすごいコメント優しいですね。荒れないですね、今日ね。うん、レイフ荒れない。みんなすごいいい人だなって思う。俺だけでも成り立ってた。そうなんだよね、売り上げとあれって比例しないからね。そうそうそう、売り上げはないんですよ俺。ナンバーで言ったら水木さんの方が全然官房差だし、売り上げあるの。じゃあそれだけかってなったらまた違うんですよね、人って。え、ああ、うん、初回来てくれた人いたんだ。初回で喋れなかったって。あ、レインはゲイ、水木はクリス。両方ゲイじゃねえかよ。両方ゲイだよ。レインはゲイ、水木はクリス。バカ野郎、両方ゲイです、それは。クリスはゲイに入りますか。入ります。いや、笑っちゃうんですか。大丈夫です、ゲイです。安心してください、ゲイです。バカ野郎。誰が安心するか。なんでね、ね、初回とか、ほか来てくれた人が。そうですね、でもこれ見て結構あのニコ生見て初回、そうなんだよね、多いんで。何歳だって。嬉しいですね。何歳だってよ。俺に何歳なんて言ってるわけじゃない。言ってる言ってる、みんなにだって。何歳だって。あ、俺25になったばっかりです。うわこの前。あ、うわじゃねえか。何がうわなんだよ。しょうがないじゃん、なもん、年は取るんだよ。23です、ね、26です。夜の世界って怖いですよね。怖い。26歳なんですよ、23歳なんですよ、25歳なんですよ。もう終わりですか。まあそれ以上は言いません。何なんだよ、だからや。それ以上はごめんなさい、言いません。26歳なんですよ、25歳なんですよ、23歳。それ以上は言いません。頭がいい方たちなんでね、それも分かる。言葉にしても伝わる。もっと上の人とかどう。ルルさんって人が32歳だ。あ、それは悪いんだよ。そこまで言っちゃうと悪いの、もう。そこまで。いや、お前が年取ってるから馬鹿にしてよ。だって有吉テレビ見てて、俺有吉のことテレビ見て、あ、こいつすっごい口悪いなって思わないもん。マツコデラックス見て思う。それと一緒。もう今超えちゃった。意味わかんねえこと言ってんじゃねえぞてめえはや。こっちは被害者なんだよ。あとクソったれよ。あと何分ですか。おい、やめろよ、残りリミット。あ、3分。え、かかりました。あと2分ですか。あ、3分。3分だった。あ、やべえ。じゃあちょっとここで、そっか、みんな来月のメインイベント、お盆休みの話しますか。じゃあそうだね、そうだね。じゃあ来月のね、お盆休みってこら、来月のメインイベントお願いします。はい、じゃあ僕の方からちょっと告知を一つさせていただきたいと思います。来月の8月9日に、誠に僭越ながら、水木、クラブラテで、バースデーイベントの方を、させていただきたいななんて思っております。ありがとうございます。まあ本当に感慨深いなって思って、まあとりあえず1個だけ思ってることは、やっぱ来てくださる方がもしいらっしゃるのであれば、やっぱり一番楽しんでもらえるような
別に俺はいいんですよ、主役とかじゃなくて、いいんですよ本当にね。え、主役じゃなくて、あ、まあまあいいんです、いいんです、はい、もう主役って言ったらホストクラブの主役って女の子だと思うんです。じゃあお金とかの面で関しても別に主役じゃなかったからいいんすか、俺も。お金、え、折半みたいな、タワー折半みたいな、いいですか。これの売り上げがもし上がりました、はい、そしたらそれはあのいいですか、恵まれない子供たち、いいですか、恵まれない主役じゃないですもんね。え、いいですか、あのお金じゃないって3分しかねえんだよ時間が今さ、ねえ、初め打ち合わせの時5分は話そう言うたやん、気づいたらあと 2,3 分しかないですって今。あと何分ですか。ああもうないよ、ほらほら早く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 、ほらもうやだよ、ほら言ってよ、もうやだ、言ってよ、やってよ、やってくれ、だからバースデーやるからってそれだけだよ、うん、覚えといて。ちょっといつですか。8月9日、まあ、話聞いてないだろさっきからな。何の日ですか、役の日ですか、役の日ですか。役の日じゃねえよお前、これが薬やってるみたいな、何だろうそれは。役の日じゃないよ、8月9日でちょっとクラブラテが、はい、でもあの11日からちょっとお盆休みになっちゃうんで。はいはい、え、何するんですか。それより前にお盆休みは俺実家に帰ります、普通にそれはそれは普通に帰ろうと思って。いや僕も帰ろうからと思ってるんですよ。大阪、いや山口、山口に、なんで、いや先行こうかなと思って。ああそういうこと。あで、おおもうちょっと、ああそっか、そうか、そう、あの意外と俺生まれて初めてなんですよ、ホスト人生で。なんかバスイベントっていうのをやるのをやるの初めてで、そう、緊張してますけど不安もありますし、何分かんないことだらけです。ただ楽しんでほしい、みんなには。ね、ちょっとまだ言えないんだけど、ちょっとね、T シャツとかちょっと用意して、あら、みんなに配りたいな。アメニティ、アメニティやつ、うん、あの来てくれた人にちょっと配りたいなとか。何の T シャツですか。僕 L サイズ、あの L サイズ、はい、L サイズ、あの、うん、なんかこう、何の T シャツですか。T シャツはあのいろいろあると思うんですけど、ここにちょっとね、ちょっとこういう感じで言うたらよ、だからここ四角くなってたらよ、はい、そう、ここにちょっと水木が乗ってますみたいな、あープリント T シャツみたいな、プリント T シャツオリジナルのね、オリジナルのやつをちょっとあげたいなって、うん、思ってます。はい、いらないとかそういうのあるかもしれないですけど、ごめんなさい。それはあとは何あります。ケツ拭いてもいいんで、それで、あとはあとは、まあそうですね、まあ本当に、楽しくしたいな、楽しかったらいいなっていうのをそれだけかな。うん、あとコメント50個欲しいなとか、あとそんぐらい、あと40個かな。うん、あ、やばいやばい、30秒だ。あ、あと30秒も、うん、もう告知は大丈夫よ、もうみんなに。あ、でもそうですね、ホスホスとか調べてこう見てもらったりとか、なんか何でもいいんで、クラブラテって調べてたら出てくると思うんで。そうですね、初回でも何でも、そうですね、来てください。まあイベント当日あれですけど、うん、うん、まあこれ、まあこれを見て、うん、興味持った方は、そう、初回でも、あの結構 T シャツとかもこう部屋着にこうちょうどいい感じの T シャツとかにしたいんで。そうですね、うん、本当にね、うん、まあ、とりあえずね、合言葉は今日はありがとうございました、うん、来週もまた見てね。じゃんけんぽん。そのいてビクビクしててはつかめないような方、把握いしばって胸を張って茨の道行け侍よ。強くなれ強くあれ、自分に負けない心持って、女子供養いこの国を背負う侍たちよ。強くなれ強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍。